話は服装についてです。なんでぎゅうぎゅうの服装、ぎゅうぎゅうの下着が良くないかっていうところを科学的にお話しさせていただきます。はい、しきゅうちゃん。はい。なんか今日の服装さ、はい、しきゅうちゃん、なんかあれだね、そう、セクシー路線に走ってるの今。まあだってやっぱバレンタイン明けですからね。バレンタイン明け、そうだね、15日。はい、ね、そうそうセクシー明け、セクシー明け、なんかそうそう、セクシー明け、濃札、濃札。そのさ、タイトな服ってどう思う、しきゅうちゃん。タイトな服は、うん、自分を戒めるために必要なものです。どういうこと？ちょっと待って待って、戒め。そうですよ、こういうこのハミ肉が、ハミ肉をこの表にさらして、そうそう、なるほどなるほど、恥ずかしめてなくする。そういう作家新しいね、なんかね。ハミ肉をね、先生もね、ないからさ、お前そういう先生もタイトな服着た。タイトな、そうだね、危険だね。まあなんか顔はそんなに変わらないんだけどね、この先生の首から下のこう脱ぐとね、やっぱ年齢が現れてるなというふうに思うんですけども、何の話しようとしたんだっけ。このさ、タイトな服さ、しきゅうちゃん、どうかと思うんですよ。はい、ね、先生は嫌いということですね。いやいや、好みじゃなくて、先生むしろね、そんな嫌いじゃないんですけど、タイトな服っていうところでさ、ちょっと考えてきましたよ、皆さん、はい、なんかさ、前話さなかったっけ、しきゅうちゃん、はあ、補正下着ってさ、はい、ダメだって話しなかった。はい、聞いてます、ね、このチャンネルでは珍しくさ、1万人ぐらい見てくる、1万回ぐらい見てくれるとヒットになるんですけど、皆さんね、うん、まあね、皆さんのおかげで本当安定して、結構な数見ていただいてるわけなんですけども、まあ、補正下着の話もぜひ見ておいてくださいね。ここでさ、低音期って高音期ってしきゅうちゃんあるじゃん。はい、これさ、低音期ってさ、今しきゅうちゃん低音期って言ってたよね。うん、低音期でさ、その何、そのセクシースタイル、キュッキュのセクシースタイルってさ、どう、あると思う。あるじゃないですか。なんで何ですか。過去のちょっと一瞬で思い出してから喋ってみよう。ね、内乱に向けて旦那のやる気も上げておかないと。ああ、なるほど。そっちか。情報空間上はね、なるほど、メンタル、脳殺、脳殺系で、なるほど、低音期、そういう意味でそのセクシースタイルでここに来たわけね。まあ、その名残でね、昨日の名残に来たってわけ。なるほどね。いや、これは一つ面白いと思う、そういう要素もあるわけなんですけども、一方さ、例えばこの時期ってさ、どういう時期よ。卵、これ例えばさ、ちょっとこれでいこうよ。これさ、うんち。ね、あんじゃないですか。低音期ってどうなる？ゆる、うん、ゆる、こっちは固め。なるわけじゃないですか。ですよね。ええー、感じになるわけなんだけど、こう、例えばさ、これって皆さんも考えていただきたいんですけども、この時ってさ、こう、物が滞る時期ですよね。わかります、皆さんね。例えば便秘もするし、むくみやすくなったりするじゃないですか。なんか人によってイライラする人もいるし、こうなんか脳のところでむくみが出たりすると、なんかこうこの時はなんか仕事にならないみたいで、やる気が出ないとかさ、そういう人もいるし、胸とか水が溜まったりしてる、脂肪って水分が多いから、そういうところってこう胸が張ったりだとか、お腹張ったりだとかしたりすると思うので、どちらかといえばね、この赤ちゃんを受け止めるために滞るっていうのかな、ですね、滞る時期なわけじゃないですか。で、100歩譲ってさ、しきゅうちゃん、ここだったらまあ今のボンキュボンみたいな、そのさ、スタイルはありなのかなっていう。そうなの？ふふそうだね、しきゅうちゃん。ね、この時期はさ、じゃあゆるってなってる時はさ、体がそういう反応になってるわけじゃないですか。腸の調子も良くなってくるし、ですよね、こう体温も低い方がこう酵素の働き良くなって、卵育ちやすくなるわけじゃないですか。タンパク質の合成も良くなるわけじゃないですか。エストロゲンの合成も良くなるわけじゃないですか。っていうことは、滞らなくてさ、この流れるっていう感じ、流れる感じに行くっていう風になると、しきゅうちゃん、今のしきゅうちゃんのこの、うん、セクシーボンキュボンスタイルはどうですか。どういう風に思います？流れを促進させる。なんで？なんで？なんで？そうかな。そうか。だって補正下着ダメだったら、なんか覚えてるよね。
ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。みんなに解いたよ。みんなに解いたよ。流れるにはさ、この皆さん考えていただきたいんですけど、こういう方がさ、じゃあ体温はさ、体の温度は皆さんどう思います？温度っていうのはさ、こう流れる、例えばそれこそさ、人間以外服なんて着てないわけじゃないですかね、しきちゃん、うん、ね、まあたまにこうなんかすんごい痩せた犬この辺でもさ、あの服着せられて歩いてたりするけど、その基本的にはこれは発散したいんですよ、この時期さ、ね、この時期しっかりとバッとこう流していきたいわけじゃないですか。なので考えるとやっぱり服装っていうのはこの低温期、特にね、ちょっと皆さんもう決めましょう、この子宮妊活チャンネル上ではね、しきちゃん覚えて書いといても、はい、本当にはい、で、ここの部分で流れるようにゆるいお服を着ていきましょう、ね、ゆるやかなパンツだ、もうトランクスかなんか履いてもこうなったら、ね、それぐらいでいいと思います、じゃあふんどしでいいと思う、ふんどし、まあいい、もうその後の議論はやめましょうトランクス、まあ生理中とかちょっとダメかなと思うんだけど、まあ流れるようにゆるやかな服ですね、寒い格好するつもり必要ないので、ゆるやかにこう物が流れるような服にしていただきね。で、こちらも本当はそういう方がいいわけなんだけど、まあきつめの服着るんだったらこっちの方かなっていうふうに思います。滞りがあるような形、ね、それでも体はまあね、滞らせないような反応になってくるっていう形の服装で、まあ普通の服を着ていただければいいんじゃないのかなというふうに思いますですね。分かった、足利さん、もうさすがにこれ覚えたでしょ。どっちにしろダメだってこと？どっちにせ、そうだね、これ循環悪くなるから、うん、ここで、うん、なんかよく寝れればいいよ。これうつ熱っていうのは溜まっちゃったりするから、今期熱が上がろうとするのに熱が全く逃げないような状況になると、うつ熱が溜まってくるとまた体のその酵素の反応って悪くなるんだよね。そう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 、眠れなくなってくるし、そうそうそう、まあ、神経伝達物質みたいに作るのにも適温があるんですよ、脳の中ってね。そういうものが、あんまりボンキュボンの服装、ね、ぎゅっぎゅだとさ、あんまり良くないかなというふうに思いますね。低温期、特に、皆さん、ね、これはある種妊活の定義になってくると思いますね、妊娠目指されてる方々、ゆるい服装ですね。なんか最近でもあれじゃないかな、なんとなくファッションの流行り的にもさ、あの昔さ、男子なんかでもなんかピチピチのパンツ、ズボンとかジーパンとか履いてたのがあんまり減ったよね、そういう人ね、うん、と思うんだよね。そうなんで、まあ今があれなんじゃないのかなと思います。ちなみにこれ男もそうですよ、当然このゆるゆるなのを着てみてください、ね、だから先生はトランクサーです、ね、旦那さんにもぜひアドバイスをしてみてください。